おや、まだその程度の元気はあるわけだ。そうでなくちゃ面白くないよ。あんたの指に釘をたらふく打ち込む間は意識があってくれなくちゃね。残念だけど、あんたの誘いは断るわ。この拷問鏡。確かにそうした方が古でけ当主らしくていいよ。でもさ、そのフラフラな体でどうやって抵抗してみせるわけ？立ってるだけでも限界なくせに。そうね、あんたの言う通り、これが私の限界。でもお前なんかに拷問で殺されるくらいなら、悪いけどお先に退場させてもらうわ。退場？できるならしてごらんよ。勝った！勝ったぞ！サトシ君を殺した奴らに勝った！